アズールレーン、クロスベーグ、力というものを見せてやろう。避難誘導の館内アナウンスをしていたのは明石か？そうにゃ、逃げずに一人で放送室でアナウンスを続けた明石を叩いてほしいものだにゃ。そうか、では姉様に頼んで猫じゃらしを奮発しておこう。ボーナスもくれにゃ。加賀の方は働き詰めのところにこんなことまで起こって、体の方は大丈夫かにゃ？たった1週間の開催期間中くらいはセイレーンにもおとなしくしていてもらいたかったんだがな。合同大演習をこのまま開催続行するかどうか、憂鬱な打ち合わせをこの後やることになっているよ。当ててもボーナスは出してやらんぞ。はい、高尾ちゃん、刀は返すわね。ああ、どうしたの？夜を徹しての警備はさすがに高尾ちゃんでも答えちゃった？これくらいは何でもない。お前がセイレーンに挑みに行ったようだと避難誘導中に聞いたからな。まあ、そんなに気を使ってもらえるなんて、同型艦としては光栄の極みね。別に何も心配するような場面はなかったわよ。過信は事故の元になり得るからな。今後はより一層注意するように。はい、高尾殿、機関の軍刀を携えているだけで勇気が100倍でした。まったく。それから島風を助け出してくれてありがとうな。あいつは今後拙者の愛弟子にする予定なのだ。それは楽しみね。セイレーンと戦ってみたかった。でも避難の誘導、そっちを頑張った。時差で眠かった。サフィーはすごいね。ユニコーンは真っ先に連れ出されちゃった。ユニコーンちゃん、それだけあなたがフット様に大切にされているということでしたよ。危ない汚れ仕事は私どもにお任せください。
そう卑下しなくてもいいんじゃないかな、お嬢様。精霊を出し抜く段取りは見事だったよ。普通はあんなのが全速力で向かってきたらそっと押しかねないのに。あら、相手の出方を見ていればあちらが本気で戦うつもりはないとすぐに分かりましたでしょうに。逃亡を優先する相手の行動を読むのは難しくありませんわ。そういうこと、どうしようもない。ダフィーはあの場にいなかったでしょ。まあお前の戦闘のセンスはすごいからな。お前もクリーブランドさん、デイジャックスちゃんと仲良くなったんだね。他の陣営の人と気楽に話したりとか、すごい。この会場の騎士、困っている方がいればいつどなたであろうとおそばでお助けしますよ。ユニコーン様もいつでもお声掛けください。わー、かっこいい。そうやって女性を口説きますのね。カッコつけただけじゃんか。トルシさんはお綺麗だから誘導係にうってつけでしたね。フットさんにはかないませんけど、お上手ですね。照れてしまいます。お二人のカリスマオーラが眩しい。私も何でもできるマルチジャベリンにならないと。次また頑張るといいですよ。次もあるのか。どうかしら。もう精霊にはお越しいただきたくはないですね。謝るほどのことじゃないわよ。ジャベリンは本日の合同大演習でバッチリ株を上げちゃいますからね。ああ、そのことなんだけど、セイレーンの一件で合同大演習中止になるかもしれないって。なあ、それは困ります。演習に向けて練習したのに。フットさん、反対しに行きましょう。これは獣王の方々が決めることでしょうけど、個人的に私もこのまま終わってほしくはないですね。わかりました、ジャベリー。頑張ってきますよ。
あら、駿河じゃない。よく無事でしたわね。どうも、皆様もお元気そうで。私はセイレーンが来たと聞いた時点でもう震えが来ました。武者震いってやつなのだぞ。ええ、そういうことにしておきましょう。ところで、これはどういう集まりなんですか？この後すぐ、セイレーンの来襲を受けての緊急会議が後ろの部屋で行われますのよ。会議には呼ばれなかったメンバーがこうして扉の外側でこっそり聞き耳を立てているという実に微笑ましい構図なのだ。つまみ出されそうだな、おい。雪風の言うことは近からず遠からずですわ。セイレーンの出現に備えてホール前の警備でしたよ。より正確には廊下警備ですよ。人通りも多くて楽しいです。付き合っていきませんか？特に予定もないし、そうさせていただきます。駿河、少し人付き合いが良くなりましたわね。ひょっとして島風の影響？そういえば島風ちゃんは部屋に戻った後起きてた？私が部屋を出た時はまだ寝ていましたけど、起こしてきましょうか。おお、会議に出ることになってますのよ、島風。大丈夫かしら？こんな重要な会議に出るのか、島風。ますます時の人になっていくな。直接やられて大変だったからな。ギリギリまで寝かせておいてやるのだぞ。サメさん、今は天国にいるんですね。成仏されて何よりです。ねえプー。おはよう。朝だよ。今日も一日張り切ってこう。うわあ、アラームが鳴ってる。そうだ、寝落ちする寸前に会議のことを聞いたんでした。もう会議が始まっちゃう。急がないと。あ、虹色の PT キューブ。あの人から持っていろと言われた。私と駿河殿の。お守り代わりに持っていきましょうか。それでは皆様、一部参加の方もおられますが、帝国になりましたので、セイレーンの出現を受けての
緊急対策会議を始めさせていただきます。すみません、念のため質問させていただいてもよろしいでしょうか。よいぞ。議長が私で本当にいいのでしょうか。セイレーン絡みでのお話の主導は鉄血に行っていただこうと前々から考えておりましたから。我々はセイレーンに対しての知識の絶対量が乏しいからな。専門家に統括していただいた方がいいという判断だ。私も異論はございません。あの人が来ていないのは少々意外でしたけれど。ビスマルクさんは、その自身はあくまで付き添いに過ぎないという立場でおられまして。はい、鉄血の代表はあくまでこの税23が務めるわ。多少未熟なところもあるけど、私が補佐をするから安心してちょうだい。ではまず資料を皆さんに、これと。議長。はい。書類は私が配るわ。あそこに座って。どうも、いいえ、失礼いたしました。嬉しいな。ヨークタウン姉さんに怒られていた頃は久々に思い出すよ。いかがされましたか、ナガトさん。ヨが普段赤城からどう見えているのか少しだけ分かった気がする。それは何よりです。お手元に資料が行き渡ったかと思いますので、まず、はじめに。はじめ、あれ、これ議長。はい。書類、逆さになってるわよ。議長がかなり緊張しているようなので、これを差し入れたいです。これはお菓子ね。はい、中央のムツキがくれた飴さんです。リラックスできると思うです。あやなみ。議長殿、ここで小休憩を挟ませる。気持ちを落ち着けなさい。はい。1分だと足りないかも。噛みなさいよ。あ、はい。議長、出発前にローンがくれたトマトジュースでも飲む？あ、ぜひ。全23様、ハンカチはこちらをお使いくださいませ。どうも。
私も出立前にコンコードから何かもらってくるべきだったかな。であるからして今回目撃された人型のセイレーンはこれまでに観測されたことのない新種の個体であることはほぼ間違いがありません。司祭は直接セイレーンと交戦された皆様に譲りますが、現時点での脅威は低いものと総合的に判断いたします。いかがでしょうか。先ほどまでとは別人のようだな。あの子も夜通し働いていたしね。少し飲食をして気が楽になったんでしょう。これまでのセイレーンと今回のセイレーンには多くの違いが認められます。量産型の機体を用いておらず、戦闘が目的でなかったであろうことは私も支持します。本体を捉えた映像はございますか。動画ではありませんが、キャッツが逃げる際に防犯カメラが撮ったものがありますよ。改めて見ても恐ろしげな偽装ですね。この他のセイレーンと区別するため便宜上別の名称をつけておきたいですよ。そうですね、議長としても賛成します。では案を公募する。はい、そう考えていたところでした。どなたか案のある方は挙手をお願いいたします。カナさん、タコレディで。次の方どうぞ。女では無理か。全面的にない。マガト様、そんなにか。ダメか。レディとこの場にいない当人への配慮があるという点は個人的に評価したいですね。容姿の実態についてもよく言い表せていると思います。ただ会議の議事録や資料にタコという字が連綿とすることについてはいかがかしら。次の方にお願いする。ええ、それでは。すみません、すっかり遅くなりました。島風、体調は平気なの？休んでいても構わないのよ。大丈夫だってことを言いたくて来ました。今はどんな議題でしょうか。タコレディというワードの是非について話していたところよ。はい。いや、その話はもういいから。一時的に別の話題で盛り下がっていたところですよ。島風さん、席は。座る場所なんじゃ。私なんかソルガ殿ならまだしも。平気ですよ、私からしてそんなでもないですからね。一緒に頑張りましょう。このセイレーンの人ですが、実験の結果を集めてるみたいでした。戦闘はせず単に情報収集をする観測者。その可能性は十分ですね。そしてその故障、しっくりきました。さ、議事録に記しておくわ、議長。タンゴ、ふてくされないよ。空母らしくなさい。私は…では一番肝心な話題に移りたいと思います。
このまま合同大演習の開催を続けることに問題はないのか。参考までにセレオンは開催維持を希望する声が優勢です。まあスポンサーの息がかかったアンケートですので、そこまで当てにはできませんけど、鉄血の情報網をもってしても個体オブザーバーは得意な存在です。彼女は島風以外に危害を加えなかったほか、データ収集にしか興味を示さなかったようです。繰り返しになりますが、危険度自体は低そうです。もう邪魔はしないとも言っていました。オブザーバー個人としてはそう。しかし他のセイレーンはどうかしら。彼女がどれくらいの立場のものなのでしょうね。セイレーンの組織図はわからないが、仮にある程度上の立場のものとしての発言では気休めにはなる。ただ嘆かわしいのは、現状では突然現れたオブザーバーの侵入路さえつかめていない状況下で、相手の宣言を安全の根拠とすることなのだが。議長、発言の許可をお願いします。オブザーバーとの交戦時、彼女の偽装の部位を損傷させることに成功しているわ。そうです、綾波も頑張ったです。あれは見事だったな。危ないところご苦労だった。その偽装について何かあるのか。今はビスマルク自ら回収した偽装の分析を行う。まあそれもあって、あの人はこの会議に顔も出さないのですね。ほんと研究熱心なんだから。彼女からの情報次第では今後のセイレーンの乱入にも対策が取れるかもしれないということか。それに加えて皆様、ロイヤルからは警備の強化にご協力する用意がございます。誠ですか。はい、こちらのベルファストの姉エディンバラという者にロイヤルメイド隊を引き入らせ、会場の警備を一任させます。自陣よりも大演習を優先してくれるのか。痛み入るぞ。ロイヤルネイビーとしてはセイレーンのためにこの合同大演習が中止になることは恥だと考えております。素晴らしいですね。それでは議長として決を取らせていただきます。我々はこのまま演習を最後まで続行します。反対意見はありませんね。可決されました。これにて解散したいと思います。皆様お疲れ様でした。中で何かあったのかと思った。ちょっとは心配だったんだぞ。ええ、さすがに疲れました。駿河殿の方は何事もなしですか。はあ、私はそうだな、肝心な時に熟睡してたし、人の誘導もろくにできず、今の会議には呼ばれなかった。これが何か。いや別に誰も責めてはないじゃないですか。何なんですか。もうふん、時の人は偉そうだな。まあいいよ、私の代わりに目立ってくれたら助かるし。そうですか。島風、ちょっと風に当たりたいので先に行ってます。何さ、調子に乗ってるんじゃないの。
設定はあなた好みにお願いします。